飼育玩具は無駄年間本100冊論文300ペーパーを読みやさり誰かが言ったことでなく論文から出た結論しか信じられなくなった論文男がお送りをしますさあ本日は子供を成功させお金持ちにするために親ができることですねよく子供のためにって歌い文句で親の自己満足で小さい頃から子供に習い事をさせたりとか英語を身につけさせるためって言ってディズニーのめちゃくちゃ高い英語教材を買って 嫌だという子供に無理やりやらせるっていうことをしている親がいるかもしれませんが、あの行動はですね、子供を成功させてお金持ちにするという目的からは大きくかけ離れていますで。私自身も現在2歳の長女と4ヶ月の長男がいますが、この論文読むまでは英語ができる子は将来成功するでしょうと思って間違った方向に努力をさせていたので、同じように間違った努力をしてしまっているご両親は今回の放送ですぐに改善してもらえばと思います。教育日誌のおやさんほど、 間違った方向に努力をしてしてまい子どもだけではなく自分も苦しくなってしまいますので今回お伝ええすする情報で間違った方向を正しくしくてもらえればと思いますで今回使用する論文というのは説明欄貼っておきますので興味がある方はご覧くださいまずは今回の全体の流れなんですけれども年収を上げるための方法として0から1歳の乳児期2歳から6歳の幼児期12歳から15歳までの思春期18歳以上の青年期 そして全世代でお金持ちになる方法として、それぞれ年代別に6つの論文を使って解説をしていきます。説明欄からは直接その項目に飛べるようになっていますので、時間がない方はご利用ください。ではもう早速行きましょう。まずは0から1歳の入時期ですね。この時期は何かの能力を鍛えたりということは特に意味はありません。まあ、よくクラシック音楽を聴かしたりとか、数字や英語を見せて聴かしたりしても特に意味はないということですね。ブラジルの大学から出された研究によると、 母乳によって育てられた子供というのは将来の年収と関連があったということが分かっています。対象者としては5,914人の0歳児を対象にして母乳で育てられた子供と育てられていない子供の30年間を追跡調査をして30歳になった時に年収で差があったのかどうかを見た研究になります。結果としては1年以上母乳で育てられた子供は母乳で育てられていない子供と比較して知能指数、IQ が4ポイント向上し年収も上がる ということが明らかになりました。また、母乳で育てられた子供というのは頭のいい学校にも通えていたということですので、母乳が出るお母さんはミルクを使わずに母乳で育てると IQ が高く、将来成功しお金を稼ぐようになる子供に育つ可能性が高くなります。ただ、1年以上って結構長いって思うじゃないですか。今回の研究では1年以上と1ヶ月未満を比較しているんですけれども、他の研究では1ヶ月以上で母乳の効果が現れた。 という研究もありますので、何ヶ月以上飲ませればいいよっていうことは確実には言えません。ただし、6ヶ月から離乳食が始まるとして、10倍がの離乳食だけではカロリーが絶対的に足りないので、並行して母乳は飲ませていく必要があります。で、歯が生えてきてもう無理ってなれば、母乳は終了してもらっていいかなと思います。じゃあ、母乳がなかなか出ないお母さんや、母乳の出が悪くなってきたお母さんはどうすればいいのか、なんですが、これ研究者曰く、IQ を上げたりとか、 将来の年収を上げる要素というのは、母乳に含まれる、超砂高布飽和脂肪酸という成分が脳の成長を流して、免疫系などにも採用するということが言われています。まあ、つまり、この成分を摂取すれば、母乳と同様の効果を得ることができます。この超砂高布飽和脂肪酸ですが、どんな食材に含まれているのかというと、食べやすいところでは、サーモンやクルミなどに多く含まれています。まあ、よくサプリメントなんかでも販売はされているんですけれども、 サプリメントを子供に服用させるのは現実的ではありませんし、サプリメントでは酸化してしまって効果的に摂取することができませんので、私のおすすめとしては塩分や添加物が使用されていないクルミをお菓子代わりに使用して、ご飯の時にはご飯の上に鮭のフレークをかけることですね。サーモンは本当は生で食べるのが一番なんですが、赤ちゃんに生ものは避けたいので、鮭フレークみたいにするのがいいかなと思います。どうしてもこの頃から将来のためにと思って頑張ってしまう。 お母さんお父さんがいますが、この時期に頑張ってしまうと、お母さんは特に疲れやすい時期ですし、後々影響が出やすいので、まずはしっかりと体を休めて、母乳を赤ちゃんに飲ませることを意識してください。それだけで下手な英才教育よりも頭のいい子に育っていきます。次が2位から6歳の幼児期です。モントリオール大学が2019年に、幼児期の行動と将来の年収について調査を行いました。対象としては2850名の6歳児を対象にして、 この時期の注意能力や攻撃性、反抗性、不安感、社会性などの行動評価と、その後30年後の IQ と年収を調査したんですが、結果としては攻撃性が高い子供、つまり他の子供に暴力振ったりとか乱暴だったりする子供というのは、30年後の年収が他の子と比較して6000円くらい下がりで、注意3万のスコアが1ポイント下がると年収が10から14万円ほど下がりました。その逆に、 社会性のポイント。つまり、他人と仲良くしたりするスコアが1ポイント上がると、年収が5万3000円上がるという結果になりました。なので、この幼児期において大切なこととしては、他の子供に乱暴したりするのはもちろんダメなんですけれども、これ一番ダメなのは、注意が散漫で集中力がないことになります。この注意が散漫なのは、以前の動画でもお伝えしましたが、脳の前側の部分である、前頭よな発達が未熟なのが原因です。 ここの部分をできるだけ使わせてあげるということが対策法になってきます。モンテソリ教育の動画でもお伝えしましたが、指先を使った積み木なんかも脳の前側の部分を使いながら空間を把握する能力も鍛えられますので、これはおすすめです。また、子供を褒めるということも脳の前側の部分を活性化させるということが分かっていますので、我が子の努力を褒めるということも効果的ですね。以前説明したこの2つの動画は説明欄貼っておきますので、興味がある方はご覧ください。 この時期は習い事をしている子供が多いかなと思いますが、お母さんお父さんはしっかりと子供が楽しんで集中してやれているかを見る必要があります。この子のために必要な力をと思って習い事をさせていたとしても、本人が全然集中していない環境でやらせていては逆効果になってしまいますので、本人が楽しんで集中してやれることを探してみてください。次に12歳から15歳までの思春期ですね。2015年にルクセンブルグ大学が 745人の12歳を対象にして、12歳の頃の性格特性。まあ、ここでは反抗期を表しているんですけれども、この反抗期の強さが40年後の IQ と年収にどのような関連があるのかを調査しました。40年間の追跡調査なので、ものすごく大変な研究になります。結果としては、反抗期が強くあった子供の方が、52歳時点では高収入であり、IQ と社会的地位が高かったという結果でした。つまり、 反抗期があるからといって、ものすごく心配する必要はなくて、反抗期が強い子は、ここを乗り越えると40年後には IQ が高く出世をしており、高収入になるということです。友達同士の暴力というのは先ほども説明しましたがダメなんですけれども、親を対象にした暴力や暴言、反抗心はいいということが分かっています。なので、お父さんお母さんは大変だと思いますけれども、子供の将来のために我慢する必要があります。研究者曰く反抗期が強い子供というのは、 大人になってからでも頑固であり、反骨精神が強いっていうことから、昇級の交渉に役立ち、高収入になるのではないかっていう考察をしています。また、12歳の頃の性格特性である協調性というのは、これ低いほど年収が高く、外交性は高い方がいいっていうことが分かっています。協調性というのは、人と合わせたりとか、空気を読むっていうことですね。で、外交性は人と仲良くできるかみたいな感じなので、あんまり人と合わせたり空気を読むみたいなことは教えなくていいっていうことです。 これ一個エピソードがありまして、Facebook 創社者のマーク・ザッカーバーグさん。もう何か習い事をしたい時に、父親からは絶対にやりたい理由を聞かれて、友達がやっているから、なんていう風に答えると、いつも優しい父親から叱られて、やらせてもらえなかった、みたいなエピソードもありますので、変な協調性を教えたりとか、許す必要はないということですね。やはり中学生になった時の部活動って、友達がこれやるから自分もこれやる、みたいな形になりやすいですが、これは親が阻止して、 自分が好きなものを決めさせる習慣を作ることが重要になるということです。次に18歳頃の青年期なんですけれども、2015年にダミアン教授が明らかにしています。なんと8万1000人を対象にして、性格特性のビッグファイブこれはよく研究なんかで用いられるんですけれども、外交性、開放性、誠実性、神経症的傾向、協調性ですね。これらと IQ、家庭の裕福度のどの要素が将来の年収に関係するのかを調べました。 もちろんですが、IQ と裕福度というのは将来の年収と関連がありました。また、外交性が高かったり、開放性。ここでは新しいことを受け入れる性格なんですけれども、これらの要素があると裕福度が低かったとしても、勉強に打ち込み、将来いい大学に入るということが分かりました。ただし、これ、IQ の要素を加えると、外交性、開放性の関連性というのは消えてしまうという結果でしたので、まあ、結局は頭の良さが勉強やいい大学に入ることにつながるという結果になりました。 結局は頭の良さかと思ったんですが、これ唯一 IQ の要素を組み込んでも消えなかった性格特性としては、誠実性が将来の年収と関連がありました。誠実性というのは、真面目に物事にコツコツと取り組む力のことなので、要は習慣化のことになります。この誠実性だけは IQ が低くても年収と関連がありましたので、自分は IQ が低くて勉強ができないっていう人でも、この誠実性だけを鍛えていけば年収が上がる可能性があります。 この誠実性、習慣化という部分は、また別の動画で詳しくお伝えしようと思いますが、毎日コツコツ何かをするっていう行為は、唯一天才を超える方法、ということがこの研究で明らかになっています。8万1000人を対象にした大規模な研究ですので、信頼性はとても高いです。そして最後に、どんな世代にも言える年収を上げる方法ですね。これはズバリ、IQ を上げることです。今までの研究でも IQ の話が出てきたと思いますが、 IQ を120に近づけることによって将来の年収が上がるということが2007年にオハイオ州立大学の研究で明らかになっています。ただし IQ というのはもちろん低すぎるのはダメなんですけれども高すぎてもお金に対して鈍感になるということが分かっていますので目指すのは120くらいがいいということです。IQ の良さというのは半分以上が遺伝で決まるというふうに言われていますが残り20から30%ほどは生活習慣によって変わっていきますので 次回は子供の愛気を上げる科学的な方法というのをお伝えしようと思います。では最後にまとめです。子供の将来の年収を上げるために親ができることとしては、0から1歳児には早期教育ではなく母乳と愛を与えましょう。この時期にお母さんは頑張ってしまうと産後うつになりやすいので、無理をせず赤ちゃんをしっかりと愛しましょう。母乳の出が悪いお母さんはサーモン、クルミで補いましょう。2から6歳の幼児期は子供が集中できる環境を作ってあげましょう。 これは関連動画のモンテスソール教育を参考にしてもらえればと思います。12歳から16歳の思春期は反抗期で親は大変な思いをするかなと思いますが、その反抗期が強いほど将来の年収というのは高くなりますので、我が子のためと思って我慢をしましょう。18歳頃の青年期はとにかく誠実性を鍛えましょう。真面目に物事にコツコツと取り組む力ですね。この力は唯一天才を超えることができる力になってきます。 そして全ての世代に言える年収を上げることとしては IQ を上げることです。これは子供はもちろんですが大人でもある程度は上げることができますので今後はこの IQ の放送をしていきます。このチャンネルでは論文や本をベースとした生活を豊かにする情報を放送しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。